おぉ、これアイオニックやん。アイオニック5。ベベ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 。おぉ、おぉ、誰誰ね。おお、早いわ。うわ、ちょっと待って、後ろからもっと派手な電気どうなった。はい、どうもこんにちは、ヤンマットですって感じですね。今日も元気に愛車紹介撮っていこうと思うんですけど、今ね、ボルボの S40 の撮影が終わったんですけど、今日ね、古市くんが来てくれてんのね。でも、わかるかな、アバルトが見当たらんのですよ。ちょっと古市くん、どうした。今日さ、来てもらったのはいいけどさ、はいはい、アバルト止まってなくない？実はね、はい、人間で言うと、捻挫しちゃってるみたいな。あ、ね、捻挫しちゃってる。捻挫しちゃってる人に、はい、おんぶしてもらってここまで来るわけにはいかないでしょ。ああ、なるほど。要は壊れてんだよ。ね、壊れてんのかい。結局いたしゃかい。え、じゃあどうやって来たのさ。だって俺今日これ一人で来たよ。あの、やっぱりね、もう SDGs だから、はあ、時代が。ヤマトチャンネルで SDGs の話とか初めて出てきたけど、今の一番いいものというか一番新しいものを知った上で、はい、アバルトに乗るとやっぱアバルト最高だなってなると思って、うん、こいつを借りてきたわけよ。おお、これおお、わかる、これホンダ。違う、あれ違う、トヨタでの、トヨタ、あ、トヨタか。え、誰か突っ込まれてる。ヒョンデやん。ヒョンデですよ。アイオニックやん。アイオニック5。うわー、本物初めて見た。え、借りてきたの。そう、ワナンバーやん。ワナンバーですよ。ヨーロッパとかでもちゃんと売れてる車だし。そうだね。実際どうなんだろうと思って、うん、やっぱ気になってたんで借りてみました。マジか。じゃあチャンネル初の電気自動車紹介行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、というわけで、はい、本日このヒョンデのアイオニック5、なんと初の紹介やっていくわけですけど、まあ、僕らで言うとヒュンダイの方もね、そうですね、イメージありますけどね。そうです、名前がね、ヒョンデで統一されましたけど、はい、まあ、昔は、はい、もうとにかく安いっていうところで、ちょっと品質的なところで言うと、まあ、なし刺さらなかったヒュンダイ、まあ、ヒョンデですけども、近年はね、スーパー成長してる企業ですね。そうですよね。会社の規模としても、はい、日本でいうとホンダと同じぐらいの大きな企業なんですよ。でかっ、もう世界企業や、すごいね。日本じゃめっちゃ走ってねえけど。ちょっと隣なのに、はい、かっこいいよね。いや、かっこいいっすよ、普通に、うん、最近の車に多いこう装飾がいっぱいあるみたいなデザインじゃないじゃないですか、はいはい、結構スッキリしたデザインでちょっとかっこいいなとは思ったんですよ、僕も。ちょっとね、細かくいろいろ見ていきます。はい、まあ、まずは外観チェックでしょ。そうですね。でね、うん、見て。何、この車のこと知らなすぎて、うん、ちゃんと調べてきたの。え、ほら、これめちゃめちゃカンペ作っとるやん。めちゃめちゃカンペ作ってきた、これ。さっきかっこいいって話あったでしょ。はいはい。これ、ワールドカーオブザイヤー。おう。ワールド EV オブザイヤー。おう。ワールドカーデザインオブザイヤー。おう。みたいなのね、受賞してんだって。へぇー。で、ね、ワールドカーデザインオブザイヤーっていうのは、はい、聞いたことあんなって思ったら、うん、フィアット500もね、受賞してましたわ。へぇー。あ、じゃあ次行こうか。145はなかった。ね、うるさいな。この車あれなんですよね、外観のテーマが、ピクセルっていうテーマなんですよね。こういう感じ？そう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 。ドット感というか、ちょっとね、カメラの関係で、綺麗にヘッドライトの色が映ってないと思うんですけど、これね、小ネタがあるんですよ。はい。これ LED ヘッドライトじゃないですか。はいはいはい。LED 何個使ってると思います？え？なんで？どういうこと？二つとかじゃないの？知らんけど。いやいやいや、全体で使ってる数が、256個。え？なに？どこに？ここに？このさ、これほら。ペペ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 ってなってるでしょ。ああ、ペペペペペペってなってる。そうそうそう。こういうところで使ってる数が256個なんですよ。256って、聞き覚えのある数字じゃないですか？キロバイトみたいな。おー、察しがいいですね。本当やね。はい。マジでそういうこだわりなんですか？そうです。16進数での最大数っていうのが256なんですけど、ピクセルっていうところで、ちょっとそのデジタルな要素を、こういう数字にも取り入れてきてるっていうのが、おしゃれポイントなんですよ。なるほどね。それ知らなかった。おしゃれおしゃれ。ねえ。で、今、ちょっとこれ開いちゃってるけど、ここは確かね、開閉すんだよね。なんかね、そう。おー。おー、かっこええやん。あのね、エアコン
エアコンのルーバーね。エアコンのね。エアコンのあれ。こういうギミック男の子はワクワクしちゃうじゃない。なるほどね。そんなことがあるんだ。多分サイズ的にさ、はい、CX5 ぐらいなのかな。あーでもそんなもんかも。僕のアンチョコだと、はい、アルファロメオのステルビオ。はいはいはい。あれよりもちょっと小さい。ちょっとちっちゃい。で、我々の馴染みからいくと、うん、ハリアーとかあるじゃん。はい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 。ハリアーのちょっと短い感じ。高さと幅は同じくらい。あ、そうなんだ。そう。で、まあ幅で言うと、うん、もっと分かりやすい感じでいくと、うん、ハイエースのワイドと一緒。え、じゃあ結構あるんだね、全幅。そう。だからね、意外とこう小さく見えるデザインなんですけど、うん、結構ね、室内も広いし、うん、そういう面ではいろいろ便利な車かなと思います。へー。で、ホイールベースが結構長いんですよ。なんかそんな感じに見えますね。小回り効くのかなと思って、うん、調べたら、うん、6メーターぐらい。レクサスの LS とあんま変わんないね。そうそうそう。で、あとタイヤでっけ。235-55R19。19。19インチなんだ、純正で。でね、これアイオニックの一番上のグレード、うん、はいはいはい。だと4駆になるんですけど、うん、一番上のグレードね。はいはい。20インチ。へぇー。で、あとは全部19インチだそうです。あ、そうなんだ。だから外見からの差別化みたいなのは、うん、あんまりわかんないんじゃないかな。なるほどね。いや、これでもサイドを見るとよくわかるけどさ、うん、デザインがね、はいはい、さっき言ったピクセルっていうそのコンセプトがあるせいで、はい、三角形が随所にあるんですよ。これがまずメインで。すごいよね、そのドアのところの、ね。キャラクターラインとさらに下にもう一本、この三角形作って、うん、ここに二等辺三角形が二つあるし、フェンダーもさ、こんなデザインのフェンダー国産車じゃいないよね。この辺この辺。そう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 。ベイブレードみたいやん。古いなぁ。いやーでも純正でこのスリットのデザインとかめっちゃかっこいいな、これ。これなかなかかっこいいというか大胆ですよね。うん。いやーでドアノブがこの内蔵ですよ。そうそうそう。ベンツの S クラスとかと一緒ね。バルケッタも一緒かな。あ、バルケッタね。バルケッタと一緒にしちゃダメよ。あれは折れるんだから。いやでもこのさ C ピラーのとこのラインとか超かっこいいじゃん。この辺ね、シューティングブレイク感あるね。確かに。でリアもこれタイヤサイズは一緒かな。235-55-19一緒ですね。一緒ですね。はい。ノーマルで結構そこそこのツラ感にしてきてくれてますね。車好きからはこれはちょっと喜ばれるポイントですね、うん、で真後ろ、あーテールランプかっこいいじゃないこれ。かっこいいっすよね。ねえ、なんかさ、ここのパネルにさ文字とか流れるようにしてさ、広告掲載できるようにすればなんか新しい商売生まれそうだけどね。確かにそうっすね。あれでしょ、次は新横浜。それ新幹線なんよ。ちょっとなんかこう雰囲気ね、デロリアン味があるというか。確かにそうっすね。かっこええわ。でさ、最近の車ってこうテールランプとか奥行き感とか、はいはいはい、すごい大事にしてたりとかあるじゃないですか、うん、これ真逆ですよね。そうだね。もう平面にしちゃうっていう。ド平面で行くという、うん。ここにちゃんとハイマウントストップもいるんですね。本当だ。ブレーキ踏んでみます。あ、じゃあちょっとこれ持って見てて。ブレーキ。おお。ハザード。あ、なるほどね。リバースも入れます。リアさん。なるほどね。怖えよ。ああ、うん、かっこいいかっこいい。ありあり。ここあれでしょ、充電ポイントでしょ。そうそう、押してみそう。もう電動、電動、あ、何でもかんでも電動。車でも対応なんですよね。そうみたいですね。俺何がどっちかよくわかんないけど、レンタカー借りた時はこっちが刺さってたよ。ほうほうほう。ガチャってこっちはね、僕にはわからない、うん、ここだから。あ、ポチッとしたね。もう電動だ。あ、もう車内見てみましょう。見てみましょうか。こんな感じ。いや、メーターめっちゃおしゃれじゃん。見てください。ほい、ポチッとな。おしゃれおしゃれ。 iPhone。 ハンドル意外とちっちゃいっすね。そう、ハンドル小さいんですよ。ガシャ。お、おお。これで一番下がってたね。そうですね。なるほど。結構ね、普通に稼働範囲は。あとね、これはね、僕調べてきたんです。このセンターコンソール。うん、こいつね、動くんですよ。何やと？おー！ここがね、広くなっちゃうんですよ。でもそこが広くなっても。なんか、ほら、あるやん。こう、ちょっと休憩したいとき、こういうさ。山さん、でもね、多分そうじゃないのよ、この休憩の仕方。ここ？いつも俺らが椅子を前後するところあるじゃん。ふくらはぎの下あたり。触ってみ？お、なんだ？ほら。ミットみたいなのがありますよ。ほらほらほら。うん。
オットマンみたいなのがいるんすよ。なるほどね。ということはですよ、多分これ全部下げてなんかやれば極楽になると思います。全然わかんないけど、これね、スイッチがあるんです。どれだったかな、どれかの長押しなんだよな。どうさ、知ってんの、その極楽スイッチ。極楽スイッチね、ググってきた。あ、おお。このオットマン、これ上がってくるでしょ。おいおいおい、このようなね、優雅にお昼寝できるわけですよ。お昼寝スタイル、これ何、足も出てるんですか。じゃあ今オットマン出てますよ、これ。ほら、ほんとだ。極楽スタイルにすると、うん、椅子を後ろまで下げるから、そう、センターコントールを後ろに下げたりしないと、ドリンクホルダー、うお茶が届かないっていうってなっちゃう。わがままに対応してるととか、そういうことね。ああ、まあでもこれはあれですね、はい、数々のジャーナリストさん、はい、ここら辺の気候については徹底的に喋ってるので。確かにな、はい、僕らのチャンネルでそこをやったところで、うん、あの人たちの方が知識があるから、あっち見に行ってもらってね。間違いねえよ、乗ろう。そうだね、うん、運転したい。正直ちょっとちょっと、何、池みたいになってるんですけど。あー、ほんとだ。これ大丈夫ですか？これクーラントとかじゃないですか？クーラントじゃない？クーラントだよね。僕らからしたらクーラントだよね。俺らからしたら、これクーラントとかの感じ、はい、でもほら、虹色じゃないから青色じゃないねっていう。これエアコンですね。エアコンの水ですね。たださ、今見えちゃったんだけどさ、うん、あ、ジャバジャバ出すぎじゃない？こんな出る？こんな出る？ほんまに平気？ちょ、ボンネット開けてみようぜ。ほんで、ほれ、ほれ、おー、EV! これ確かね、ここがね、収納なんですよね、この車。ほら、ほんとだ、意外と物が入る収納。まあでもやっぱエンジンがない分、そういうところに収納があるっていうのはいいね。そうですね。前に収納があるのはビートみたいだな。そうだね。一緒にすんなって言ってくれ。じゃあちょっと行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい。お伝えしとかなきゃいけないのがですね、はい、この車クリープがないんですよ。あ、ないの？ないっす。今ブレーキ離しても、あ、あったわ。おい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 。あれ？朝なかった気がしたんだけど。朝なかったってなんだい？クリープが生えてきたかもしれない。いや、なんかね。静か、普通に転がったけど。ぬーって。ぬーって動くね。ぬーって動くでしょ。いや、でも長距離とか運転するときやっぱこの静かさって大事だからね。本当に多分疲れないと思いますよ。うわ、メーター超かっこいいんですけど。あ、え、ウインカーつけるとそれ、コーナーランプみたいなのつくんや。コーナーランプじゃねえや。四角カメラ。そう、四角に。なんかありますよとか。はいはいはい。内輪差？はいはいはい。で、こう、ホイールがリッちゃうとかは、リスクだいぶ減るかなって感じですね。なるほどね。これあとなんかさ、パドルシフトみたいなのついてるやん。はいはいはい。これなんぞ？これね、なんか回生ブレーキの、回生の量を変えられる。ほう。感じなんですよ。パドルシフトでいうマイナスの方にやっていくと、回生の量が増えるんですよ。エンジンブレーキが強くなるっていうイメージですね。うんうん、そこは一緒なんですよね。ただ、回生の量を増やすっていうことは、なんか同時に出力も抑えられちゃうんですね。ああ、まあ抵抗ができるからね。はい。なので、エンジンブレーキは効くけど、加速は鈍くなる同時に。っていう感じなんで、なんかそこは違和感がありますね。はあはあ。で、これ回生ブレーキを、今、レベル1なんですよ。レベル1。はい。あ、ほんとだ、レベル1って書いてある。はい。これ、レベル0にすると、回生、ほぼなくなるんで、エンジンブレーキがあんま効かなくなるんですよ。はい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 。そうするとなんか、逆に運転しづらいですね。もうだからアクセル抜いてもそのままスーって。割と、今アクセル抜いてるんですけど。そうだね。全く減ってかないね。はい。その数字が。そうなんですよ。これを、だからレベルを上げていくと、あ、抵抗感。あ、すごい、すごい抵抗感。これ今ブレーキ踏んでないの？踏んでないです。え、マジ？マジ。こんなに止まるの？そうなんです。じゃあ、テスラよろしくワンペダル操作できるってこと？で、ワンペダル操作のモードもあるんですよ、この先に。これ i ペダル。これがワンペダルモードですね。ほうほうほう。だから今、アクセルの操作だけで、減速をし、加速をし。加速してます。ブレーキ、アクセル離します。うわ、めっちゃ止まってますけど。これ今、アクセル離してます。え？完全停止まで行けちゃうんで、これがアクセルオフ。アクセルオフ。おー、え？え、止まるやん。止まったやん。止まるんですよ。マジ？すごいじゃん、これ。難しいです。あれ？ちなみにこの車ってスペックどんなもんなんでしたっけ？2トンぐらいあって、
はいはい。俺はこれかな、まあ、アイオニック5。1870キロの170馬力、うん、?170 馬力。でも EV の170馬力は速いんじゃない？だってアバルト180馬力だっけ？そうですね。パワーの出方っていうかトルクの出方、うん、はいはいはい。が異様なので。そうですよね。だって0-100ですもんね。そうですよね。フル加速しようとアクセルを踏み込んだ瞬間にマックスパワーで走るわけですもんね。そうなんです。ちょっとじゃあその加速感味わってみたいんですけど。はいはいはい。今、走行モードがノーマルなんですね。はいはい。今、スポーツモードに。じゃあ、ゲートブリッジ上り。はい。おー、結構トルク感あるね。そうなんですよ。2トン近いわけでしょこれ。それにしたら。この感じ？あー、なるほどね。早いよ、これ。早いんすよ。早いと同時に電池のなくなりがすごいんですよ。私も運転したいんですけど。運転します。いいですか？いいですよ。じゃあ変わって変わって、どこで変わろう。はい、というわけで、はいはい、初のヒョンデアイオニック5、はい、アイオニック5行ってみたいと思います。あ、でもハンドルいい重さだね。そうなんですよ、あのそんなに、なんだろう、わざとらしすぎない感じで、うんうん、輸入車的な重さ、うんうん。メーターかっこいいなぁ、これ。めっちゃいいっすよね。いいね、このデジタル。これ確かにブレーキ慣れるまで難しそうだね。一番最後難しくないですか？最後がわかんない。停止するときのあの、カックンにならないようにする調整がむずいっすね。これちょっとこの回生のスイッチ入れてってみようかな。はい。レベル2、レベル3。あー、アクセル踏んでるのに、車が重くなった。進まないってなりますよね。アイペダル、オン。ああ、アイペダルにすると結構踏み込んでないといけない感じですね、これね。そうですね、あの、アクセルを戻さないとブレーキがなくなるんで。はいはいはい。やっぱブレーキかからないじゃないですか。うん。だからアクセルを踏まないといけないんですよね。なるほどね。いやでもこれテスラもやってるわけだしさ、多分どんどんスタンダードになってくんだろうね。日本のメーカーもみんなやるんじゃないこれ。あとこの、車が近づいてくると全部ここに情報が出るんだね。今。そうですね。これ多分右後ろから来るから右後ろに赤マークついて、はいはいはい、来てますよ車ってアナウンスしてくれて、うん、すごいね。本当に最新の車って。ちょっとね、おとなしく今ゲートブリッジを登って下ってってしてますけど、はい、まあこう運転する分には普通に乗用車っすね。本当にそう、うん、そして乗用車として考えると、うん、かなりいいと思います。うんうん。ただこれがね、補助金とかいろいろ何も考えないで、うん、まあだいたい500万用意しないとねっていう車じゃないですか。そうですね。それを考えるとちょっとなかなかだねとは思うけど、まあここまで褒めちぎっといて言うのもなんですけど、うん、あの内装のこういう樹脂の質感とか雰囲気はちょっと500万クラスの車ではないかなって気はしている、うん、それはそうなんですよね。あのステップワゴンと変わらんなってちょっと思ってるかな。ただやっぱデザイン性は全然違いますけどね。そうですね。これはやっぱちょっとその先進性あるデザインはしてるなと思いますし、やっぱりこのメーター類とかは見ててもワクワクするし。そうですね。で、あれでしょ、だって満充電で600キロぐらい走るんでしょ。612キロですかな、まあ、とは言われてますけど、うん、まあ、実際そんな走るわけないんで、うんうん、エアコンもつけるし400キロぐらいじゃないんですかね、リアルなところ、ね、リアルなところで急速充電で40分充電と、うん、でも実際急速充電があるかどうかっていうとですね。どうですね。でもショッピングモールとかに普通に買い物に行った時にちゃんと EV クイックのとこにパンって突っ込んでこまめに充電をし続けていれば、まあ延々と走れるんじゃないかなっていう気はしてる。じゃあちょっとね、次スポーツモードにして加速してみたいです、僕も。はい。じゃあ軽く踏んでみますよ。50キロからフル加速いってみます。うぃー、おー早いわ。50キロからポンって踏んで60キロぐらいまでの加速でしたけど、床までは踏まなかったよ、ちゃんと。あー、マジっすか。今ので6割ぐらい。さすがだね、電気。これさ、全然さ、2トンで170馬力の加速じゃないっすよね、うん、じゃない。音もちょっとさ、後ろからモーターの音するし、するする。わー、ちょっと待って。後ろからもっと派手な電気自動車来た。あー、人来ないな。あれ、なんか映ったな。おいおい、あらららら、体感なんか若いお兄ちゃんがいっぱい乗ってたけど、YouTuber？ YouTuber か？若くてああいう車乗るとみんな YouTuber だと思っちゃう悪いおじさん。なんかすごい、この辺だけ見るとなんか未来来ちゃったなって思うな。そうね、こういう車がいっぱい走ってる時代が10年後ぐらいに来るんじゃないかな。そういうことっすよね。うん。嬉しくもあるんだけど、寂しくもある。寂しくもあるな。正直ね。はい、というわけで走って、
帰ってまいりました、はい、かなり大柄な車体ですけど、運転しててそんなに大きさも感じなかったし、まあ、レーンアシストだったりとか電動カーアステルの力の感じとかでもかなり補助してくれるんで、大きい車の運転は不安っていう人でも乗りやすい車なんじゃないかなという気持ちです。まだなんか EV ってさ普及してるところじゃん今。そうですね。っていうことはさ、いろんな人に乗ってもらいたいじゃん、うん、だから多分ストライクゾーンを広く作ってるのよ。はいはいはい。だから僕らみたいなアバルトとかジオンゴとか乗ってる超こういうこういう人たちオタクたちだからね。そうには刺さらないのは多分当然。うん。でこれが EV が普及してなんかいろんなそれこそ味みたいなものがちゃんと出てきたら、なんか俺らも、うん、あこれいい EV だねってなる自動車になるのかなと。今のうちに電気自動車を誰よりも早く知っておくっていう意味では一つの選択肢として、まあ、テスラとか BYD とかノートとか、まあ、いろんなのがありますけど、そういった中で選ぶ一個としては置いてもいい車かなと思いました。というわけで本日はですね、珍しく新車の紹介でございました。ヒョンデアイオニック5、初めてこういう新車レビューやってみましたが、いかがでしたでしょうか。この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。次はラテン車乗ると絶対そう。古市くん、古市くん、いらっしゃいませ。頼んどいたノリは。あ、ちょっと待ってて。はい。え、何してんの。うん。あ、え、え、動いてるけど、これ誰が運転してんの。え、ちょ、誰が運転してんのこれ。え、誰もいないじゃん。なにこれ。よくわかんないけど、動くんだよこれ。マジ、そんな機能あんの。あ、で、ごめんなさい、頼んどいた海苔を。あ、海苔ね、今ね。はい、どうぞ。おお、これが吉田商店の海苔。はい、じゃあこいつです。ありがとうございます。はい、古市くんちはあれですよね。はいはい。江戸前の海苔問屋なんでしたっけ。そうです。あの今年で150周年を迎えることができまして、はい、海苔だけでやる海苔屋さん。なるほど、はい。概要欄にも貼っておくんですけど、はい、この吉田商店という名前が目印でございます。はい。いろんな海苔ございますが、僕は個人的には青さ海苔が大好きです。ああ、今回それですからね。青混ぜですから。ありがとうございます。はい、青さ海苔じゃない、青混ぜ海苔か。青混ぜ。はい。大変失礼しました。じゃあそんな感じで、はい、今日もありがとうございました。いちいち撮影。ありがとうございました。はい。海苔美味しくいただきまーす。よろしくお願いしまーす。はーい。チャンネル登録と高評価を。Okay, this is...